厚生労働省の専門部会はきょう筋力が低下する難病脊髄性筋萎縮症の遺伝子治療薬ゾルゲンスマの製造販売を了承しましたゾルゲンスマは世界一高い薬と言われすでに承認されているアメリカでは投与に2億円以上かかります5月にも保険適用になる見通しですが 公的医療保険の財源に影響する可能性があります。